Design Your Life。渡辺佑と秀島文香がお届けしている J-WAVE ラジオドーナッツ。この時間はボルボ Design Your Life。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウェディッシュシンキングのスピリットをゲストと共に探っていきます。今日お招きしているお客様はシンガーの安田霊さんです。はい、安田霊さんは、はい、アメリカのノースカロライナ州で生まれて、はい、3歳ぐらいで日本に。そうなんですよ。ってことでいいんですね。だからほとんど、うん、日本で生活しているので、はい、まあ、アメリカの記憶ありますかってよく聞かれるんですけど、あんまり覚えてないです。あんまり覚えてないんだ、はい、あんまり記憶にない。残念ですね。3歳ですからね、そうですね。確かに俺も全然わかんないわ、自分の3歳までの記憶ですよね。なかなか覚えてないんじゃないかなと思いますね、うんうん、物心って。でもその頃もなんとなくうっすら覚えてる記憶でっていうと、うん、まあ、景色とかそういうのはなんとなく出てくるんですけど、あんまりエピソードにならない。エピソードラジオ向きじゃないのあんまりね。でも日本での生活がほとんどなんで、まあ、思い出すのはまあ日本の生活。小さい頃はどういう子供だったんですか。はい、そうですね、まあ、よく食べて、うん、よく寝てよく遊ぶ。健康有料児ですね。男の子みたいな感じだったんですか。男の子よく追いかけ回してました。あ、そうなんだ。追いかけ回されたいわ。こらこら、はい、なんかお家の中で例えばここが好きだったとか、はい、こういう風景、家族の風景を覚えてるとかっていうのはありますか。あ、そうですね、自分の部屋にクローゼットがあったんですけど、うん、クローゼット、そのクローゼットが自分にとってのなんか秘密基地だったんですよ、うん、なんか壁とかに、まあ、その時、まあ、小学校低学年だったんですけども、雑誌とかも結構読み出してて、はいはい、雑誌を切って女の子雑誌みたいな。そうです、うん、で好きなページ貼ったりとか。え、クローゼットの中に。中にです。はい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 、はい、それで貼ったりとか、あとシール貼ったりとかして、うん、あと床にはブランケット引いて、うん、でなんか友達とか呼んで、そこでもうずっとひたすらガールストークするみたいな。クローゼットの中に入ってね、はい、もう部屋の方が明らかに大きいのに。あ、そう、すっごい密着感と親近感。わかるけどね、俺も確かに押し入れの中とか好きでしたけど、小さい頃なんか狭いとこって落ち着くんですよ、うんうん、でもちょっと、ね、薄暗い感じもまたね、一人きりにもなれるし、友達とも距離は縮まる。でも中デコらないでしょ。さすがに押し入れの中に入るのは好きだったけど、まだにデコっちゃいます。クローゼット中、雑誌貼っちゃいます。雑誌クローゼット中に好きなの切り取って。あ、そうなんだ、はい、あ、ちょっとそれ新しいかも。上司と出汁のね、その生態の違いっていう感じですよね。まあまあそうですけどね。あ、でもじゃあやっぱりそういう、はい、なんていうかな、おしゃれとか、うん、そういうことにはすごく小さい頃興味ある。もう小さい頃から、まあ、音楽もそうだったんですけど、ファッションもすごい好きだったんで、うん、まあ、周りは結構漫画を読んでる子が多かったんですけど、うん、私はもうひたすら雑誌を読んでて、もうメイクとかファッションとか、もうそういうのにすごい興味があったんで、もうずっと読んで勉強してました。勉強っていう感覚ではないですけど、楽しんで。まあ言ってみれば下積みですよね。まだできないけどみたいな。そうです、うん、まだ手が届かないけど、それを見てこういろいろこう妄想してたというか、将来こんな服着たらいいなとか、これこんな風にこんな女性になりたいなって思って楽しんでました。慣れましたか。あ、まだまだですね。でもその頃の自分に言いたいじゃないですか、まだまだです、はい、こういうお仕事つけたよみたいな、はい、そうですね。でもそれはちょっと伝えたいなと思いますね。音楽的には、はい、宇多田ヒカルさんがお好きなのはなんとなくいろんなところで聞きしてるんですけど、はい、やっぱそこら辺が入り口なんですか。そうですね、もともとお母さんが聴いていた音楽に影響を受けたんですけど、まあ、宇多田ヒカルさんのファーストラブから始まって、うん、あとは竹内まりやさんとか、あとラブサイケデリコさん、まあ、全部お母さんが聴いてた。あ、そうなんですね。アーティストさんなんです。音楽はよく聴かれるお母様で、お母さんいつも家の中鳴ってるっていう感じ。そうですね、うん、お母さん邦楽も洋楽も問わず聴いてて、やっぱそれに一番影響を受けたなって思いますね。誕生日プレゼントとかクリスマスも、うん、なんかそういう CD プレイヤーだったりとか。音楽好きなんですね。そうなんですよ、をもらってもうすっごいもう喜んでました。デビューにあたってお母様なんて言ってました、はい、もうママも超喜んでますね。やっぱりすごい結構反対する親もいたりするんですけど、うちの親はすごい賛成というか、応援してくれてたんで、もう誰よりも喜んでくれてますね。いいですね、まあ、多分お母さんは私に近い年齢だと思うんですけども、はいはい、まあまあいいです、今そこ精査はしないですけど。
今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインユアライフ、今日はシンガーの安田玲さんをお迎えしました。ボルボデザインユアライフ。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。